は何ですか？エギのリペアをやっていこうかなと。お、はい、人生初イカを釣ったエギ。おお、テコの原理を使ってもらって、でそこをこう両サイドにこう、綺麗、バッチリっす。わあ、綺麗に。リルレカラーが青とオレンジ。こう入れるんですよね、先生。先生。優しく指をこう動いてるか動いてないくらいでこうぼかしてこう。こうするのがコツです。なるほど、できるかな。ちょっと練習したいですね。はい、練習しましょう。遅いなぁ。ほら、来てる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 。ほらほら、こういうことでしょ。俺意外とできんけん、マジ。失敗しろよ。失敗しろよ。僕もできますはいらないんだよ。赤、白、黄にするので、まず頭の部分だけ赤を塗ろうと思います。はい、出した状態でこうさーってかけていったら、こんな感じでこう色がつくんですよ。わー、すごい綺麗。でこうぼかすっていうよりも、自然と下の方がこうぼけていく、グラデーションになっていく感じですね。こんな感じでいいかな。次、黄色を吹いていきます。はい、さっきと同じ要領で、下にこう、こう黄色をこうかける、こう左手でこうゆっくり回しながら、こう黄色をこうかけるですね。キリタンポやった感じや。そう自然と赤と白と黄色が混ざり合うように。 OK かな、こんな感じで。色塗り、これで完了です。はい、これちょっとじゃあ半分より上ぐらいな感じにちょっとね、緑を。綺麗なグリーン。なるほど、綺麗やね。ああ、こんなもんでどうでしょうか。もうエギっぽいもん。うん、緑で完了です。完成です。青を塗っていきたいと思います。どう？いいんじゃないでしょうか。こんな感じでね。いいですね。いい感じ。それではやっていきたいと思います。ブルーをね、まず入れていきたいと思います。やばい、一番強い。こう斜めにこういきたいわけよ。こう、こう斜めに殻を入れて、はいはい、うん、行きたいから、イメージはできてるわけよ、ちゃんと。結構コツ掴んできた感じですね。あ、まあね。まあ見てて、これいいんじゃないですか。でもどうですか。綺麗綺麗綺麗。まだこれ1個目です。はい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 。ここからオレンジを入れていきます。はい、続いてオレンジをね、この北部分、あ、間違えました、頭部分に。出ちゃいましたね、すいません。うわ、むずいわ、ちょっとむずい。どうしよう。オレンジをこう、ここを境目綺麗に入れたいっていうんだったら、うん、徐々に下げていく。はいはいはい。ずっとこう当て寄ったらオレンジがついていくでしょ。はい、その感じでどんどん下げていくイメージです。はい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 。簡単に言うんですよ。リファーレみたい。確かに、まあ、長崎なんでね、応援していきましょう。リファーレ、よし、いいでしょう。どうですか。できました。ビバーレンカラーになります。頑張れビバーレン。リルレのエギ、グローを残すって言ったのと同じあのデザインのシールなんですけど、貼っていきます。これも実際も文字が切れてるシール、まあ、四角なんですけど、ただの。はい、OK。 こうね、こう剥いで、おー、すごい、こう切れてるんで、おー、すごい。1枚ずつリルレの愛を、うん、エギに変えて。うわー、すごい。あれがエギになってるんですよ。さっきからね、ずっとね、うん、マイクがね、私の頭をね、ツン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 。どっちがマイクかわからん。確かに。風よけじゃねえよ。ここの中を黒にしていきます。ちょっと周りに色がつかないように、ちょっとマスキングをしてます。はい。で、フーミンに黒を拭いてもらいます。はい。じゃあ拭いていきます。はい。はい、
はい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 、真っ黒で、なんかなんだか、あの、これパタパタなんですよね、エビみたいにこう波が打ってる、うん、ちょっと小技聞かせてみようかなと思って文字の方を今貼ってます、うん、こんな感じで縁だけ黒で軽くちょっと鍵を入れるような感じで塗れたらなって思ってるんですけど、成功するかどうかは。こんな感じで。あ、いいじゃないですか、かっこいい。ちょっと影みたいな感じですね。はい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 、ここからはいテロッとする感じで、はい、はい、レクチャー受けております。はい。素直です。皆さん見て、ほらここ手でいっちゃうからね、見ててね、指でねこうつまんじゃう。あーすごい、あーすごい、すごいネバネバしてる。そういう動画じゃないから。ゆっくりがもちろんいいですよね。はい、来てる来てる、超来てる。もうちょっとハイペースでいいですよ。はい、完成しました。なんとか。どうですか。ちょっとね、傷ついちゃってるけど、まあご愛嬌で、ここはかっこいい、綺麗や、光るんだから、ここがちょっと後で暗いとこで撮りたくない。いいですよ、いいですよ、いいですよ、撮らせてあげますから。自分も履いていきたいと思います。はい、どんな感じになってるのか楽しみですよね。ペロリンチョーと、この辺はこんな感じで普通に、うんうん、全然それでいいです。うわー、あ、ハゲたな。あ、難しいんだ。でしょ、やっちゃった。遅いなって言ってたでしょ、私に。むずいんだ。むずいのよ。あ、いいじゃないですか。めちゃめちゃいい、はい、ちょっと後でタッチアップしてもらいますから。はい、完成しました。色塗りが完了したので、これにあとクリアを拭いて、うん、一旦押さえます。はい、めっちゃいい感じに仕上がったですね。いい感じよ。最後クリアを。かっこいい、かっこいいね。こんな感じで、うー、いい、めっちゃいい色。うん、じゃあクリア拭いていきます。はい、テカテカで、うん、いい、めちゃめちゃいい。クリア塗ります。おいしそう。きれい、うん、うまそう。おいしそう。完成です。きれい。リルレさんの演技をちょっとグローをですね、はい、どんな感じになってるのか見てみたいなと。ライトのお聞きしたいと思います。お願いします。うわー、来ましたね、かっこいい。あ、本当ですか。はい、いい感じです。裏もいいですかね。そのこれはかっこいいですよね。あー、いいじゃないですか。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、本当に、まあ、おのおのの演技ですね。はい、こんな感じで、はいはいはい、出来上がりました。これいいよ。ってことで、はい、まあ、これからですね、羽とシンカーとカンナですね、一番大事な、うんうん、をつけて、まあ、あと夜釣りの駅はちょっと壊れてる場所があったんで、そこを直して、はい、でリペア完成になるかなと思いますんで、はいはいはい、ではまあ続いての工程に行きたいと思います。はい、レッツゴー。どっち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 。どうも出落ちです。どういうことになってるのこれ、教えてほしい。これそれぞれですね、みんなが思い入れのある駅、うん、まあ、ボロボロなってたり壊れてたりした駅を、まあ、いろいろパーツばらして再生させるっていうプロジェクトですね。なんそのエリリペアプロジェクトです。かっこいい、欲しい、食べたい。はい、ということでね、今回、まあ、最終工程になります。自分が今塗装した駅なんですけど、シンカーと目と、そのシンカーを固定する釘とですね、はい、市販されてるカンナですね。このフッ素コーティングされてるやつをなんかちょっと手に入れたんで、ボンドの E セットって書いてある、これエポキシ樹脂っていうやつなんですけど、向こう向こう向こう、何ボンドの E セットってこれ書いてあるやつなんですけど、エポキシ樹脂を欲しかったんや。エポキシ樹脂。A 剤と B 剤とあって、はい、ビゲンみたいなことやね。あ、そうですね、はいはい、混ぜて初めて生きてくるみたいな、うん、まあいっぱい気を使うんで、うん、そんな、まあ、こんなもんやっていきましょうか、うん、まあ大体、わ、黄色い、すごい。そうですね、なるほどね、これがあの重なって生き物になると、こいつをまあ混ぜてください。おお、え、これ透明になっとかな。そう、後で透明になります。なるほどなるほど。この黄色なくなるんですか。黄色なくなる。予防、
そしたら、はい、まずシンカーをつけて、はい、アイのところ、はい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 、こうパックリいってるんですよね、うん、でここにエポキシを充填して、はい、目をつけて羽をつけて最後にカンナをつけていこうかなと思います、はい、了解です、はい、でこの辺ピッ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 ってですね、うんうん、本当に中に入れるんですね、中に入れると、うん、これ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 、うん、きっとわあ。したら、はい、釘をこんなちっちゃいんすよ、皆さん。ほんと釘足しかも。ここに指でグッとプレス、ね。そこですね。なるほどね。釘ほんと入った。詰め込むわけですね。こんなもんでしょうか。はい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 、次がまずこの、これ一回取りましょうかね。取れるんですか。うん、もっとこれ取れるんですよね、こうやって。ほんとだ。こんな状態で中に、ここにこれの芯が、うん、こう入ってて抜けないようになってるみたいなんですね、うん、本来はこの中にまあ同じようにじゃこれをここに、はい、はい、これで入りましたね、はい、次目ですね、はい、うすりさんの目かな、なるほどね、そんな感じになってるんだ、はい、下にこの瞳が来るような感じですかね、今こんな感じですね、あ、つきました、つきました、はいはいはい、目もちゃんと大体同じ向きに瞳がですね、はいはい、まあ、これも市販されてる羽があるんですけど、こんくらいの感じでしょうか、つけましょうかね、ちょっとここに中にここに入れてあげて、うん、この羽を買った時にこういうのがついてくるんですよね、うん、こういうなんか押さえるキノコみたいなのにこんな感じですかね、たらこの針先が違うって感じですね、ピンピンなんでしょうね、繊維質のこう棒でできてるんですけど、うん、それをここにまず入れてあげて入れますよね、うんうんうん、たらだいたいここっていうのを抜いてもらって、うん、そこからまあ 2,3 ミリ短いところをハサミで切ると、あ、硬そう、よいしょ、こいつにまあつけていきますと、うん、ポキシを、うん、この中によいしょ、そこにも塗るわけですね、そうですね、まあ、こうよくなじませながら、なるほどね、で最後にここに貼り付かせると、貼り付かせますと、今からこういうのを止めていくんですけど、はいはいはい、こういうクランプで止めていくんですけど、うん、これ布ない状態なんで滑るんで、うん、ちょっとこういうシリコンのゴム、はいはいはい、シリコンとかゴムを切って挟みたいなと、なるほど、愛の部分を押さえる、この羽の部分を同じくクランプでギュッと押してやると、押して、こう羽の位置もこれである程度決まっちゃうんで、こんな感じでどうでしょう、ね、まあ、これちょっと乾いたらまた別でインターバル取りますね、フーミン全部やろうと思ってたんですけど、もうちょっと疲れちゃった初エギ組み立てやってみようと思います、うんうん、全部付け終わりました、完成です、おい、はい、ます、次は私が作ってまいります、自分のエギじゃないんですけど、お兄ちゃんのエギ、出来上がりました、出来ました、はい、ありがとうございます、そういや、サンダーシートヤンキーっすね、お疲れ様でした、お疲れ様でーす、いや結構大変やったっすね、いやでも面白かった、うん、あ、面白かったっす、面白かったっす、特にマークのやつはこう3段とかにこうオリジナリティあふれる、うん、3段シートね、うん、だからもうコロナ禍だからさ、子供さんたちとね一緒にこれ作って、うん、確かに、まあ、確かに、で、うん、これで海に行くとか、うん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 、めっちゃ時間潰れて、いいと思う、2キロ釣れた思い出のエギとか、あー、これでいいね、セットときたいっすね、いいね、気分断したい、いいこと言うじゃない、うん、何なのよ、いや1ポイントもらったでしょ、いやいやいやってことで、エギディペアの動画、まあ、感想をちょっと、ふみおと、もちから一言ずついただければなと思います。細かい作業がもともと好きなんで、うん、性に合うっていうか、楽しいなって、うん、率直に、もう一回やりたいなって、普通に素直に思ったんですね、うんうん、続いて、ふみちゃん、薬師丸ひろ子みたいな顔すんなよってことで、まあ、まあ、気持ちを込めて今回リペアさせていただきました僕ら、はい、ここで皆さんにお知らせがございます、おい、このリペアしたエギ、はい、プレゼントしたいと思います、プレゼント、はい、そうだ、
精魂込めてリペアした絵着、まあ、リスナーの皆さんにプレゼントしたいと思いますんで、詳しい方法ですね、応募方法は このエギリペアがいいなと思った方はチャンネル登録、ベルマーク、高評価よろしくお願いします。お願いします。 TikTok、Instagram もやってるよ。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあねー、バイバイ。